皆さんこんにちは、加納水戸と申します。本日のテーマはこちらですね。対壁論書く方まとめということで、前回までね、もう全部の対壁の各それぞれの型についてはお話ししましたので、まあ改めて一番最後にね、各特徴だけを押さえてまとめていこうかなと思ってます。こうやって比較してみたりすると分かりやすかったりしますからね。じゃあやっていきましょう。最初、上下型ですね。復習ですが、上下型、腰椎1番が焦点となる、まあ一番上の骨ですよね、背骨の腰椎の中の。で、体型はまあ細長いというか長方形ですね。縦長のようなイメージですね。スラッとしてる体型の方が多いですね。で、頭脳に関連が深いというので、頭ですごい考えるのが好きなタイプ。価値観は器用方便や、まあ大義名分ですよね。頭の中で分析してあれこれ言ったりとかね。理屈をつけないと行動できないみたいなタイプですよね。理屈が大事で、脳内で完結できるので、あまり動かないというので、上下型の人にとっては、まあ仙人タイプとか言ったりもしましたけど、頭の中で全てね、いろんなことがね完結してしまうのでね、別に自分では動く必要なかったりするわけですよ。頭の中でいろいろ理屈を考えて、物を考えて、まあ頭の中で全部消化して、はい終わりってなったりするのでね、まあ動いたとしても惰性になっちゃうよみたいなのが上下型ですね。頭脳型という、まあ、現代人にはちょうどいいような言葉なんじゃないでしょうか。全く動かないでやるデスクワークとか強いそうですよね。左右型で、腰椎2番が焦点ですね。で、体型は丸みを帯びたような形になるのが、まあ、左右型ですね。まあ、消化器に関連が深いのでね、まあ食べるの大好きって感じなんですけど、まあ、価値観としても食が来たりとか、まあ感情、好き嫌いの感情とかね、そういうものが大きかったりします。悲しければ食べ、怒れば食べ、みたいなね。全部が丸のイメージなんで、まあ、柔らかいコミュニケーションが得意、雰囲気とかをね、こう丸くしてくれるようなのが左右型っていう感じで、色に敏感ですね。ちょうどこの映えてるやつを撮ってるみたいな感じでね、左右型は比較的アーティスト的な質があるんじゃないかなと思います。先ほどの上下と合わせて、上下はまあどちらかというと男性的って言われて、左右はまあどちらかというと女性的かなって言われる、そういう話もありましたね。で、ねじれ型ですね。腰椎3番が焦点となります。体型はですね、まあ、こうウエストが四角形的な感じになりますかね。ねじることによってそこの腰椎3番付近がこう鍛え上げられていくっていうんでしょうか。泌尿器に関連が深いです。価値観は勝ち負けです。人間はねじることによって、身構えることによってパワーを発揮する。で、それがこう勝負に関わるわけですよね。勝とう負けまいっていうのが価値観としては大きいです。その分ね、とにかくパワーがあるんですけども、根っからのこう闘争家なのでね、まあ何か言われても素直に受け入れるってよりかは、一旦ね、いやそれよりもとかね、こっちの方がとかね、何かと反抗的って書いちゃいましたけど、いろいろとこうより良いものを、より強くなれるものを模索していく力がねじれ型にはあるのかなと思ってます。で、開閉型ですね。腰椎4番が焦点となります。体型は三角形、生殖器に関連が深いですね。まあ、生命エネルギーのもう源が腰椎4番って感じですかね。で、価値観は愛憎ですね。世話が好きとかね、そういうのが腰椎4番的な価値観なんですけども、で、職人気質で何事に対しても細部までのこだわりが強いというので、特に閉が強い、閉じるのが強い人らはこう骨盤をギューって締めていくことによって集中力っていうのをね、グーッと集めて、そういう細かいところに細かいところに意識が向くようになる。それがこういいところに向けば職人気質で、まあこう本当にここまでこだわれるのかっていうようなものを生み出す。逆にそれが悪いこと言うと、細かいことをブツ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 と言ったりとかね、こうずっと集中してるか、もうなんか何年前の恨みを覚えてるみたいなね、そういうことになるんですけども。まあこれが開閉型っていうことになります。前後型ですね。まあ前後腰椎5番が焦点ですね。体型は逆三角形で、まあ本当にこういうコマみたいな感じですね。上がこう肩が張ってて、下の足はスッと立ってるっていう。関連するのは呼吸器ですね。価値観は利害得失。行動が早いっていうのが前後型の特徴なんですけど、考える前に動くっていう、まあ、ポン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 動いていくのが前後なんだけれども、でもそれの中でこうちゃんとね、そういう損得感情とかもね、計算しながら、いろんな計算とかも早かったりするか、それが追いつくんでしょうけど、動いてから考える、動きながら考えて頭をどんどん回していくっていうのが前後型の特徴です。
で、合理的かつ損得計算が得意で、考える前に動く、素早い。本当に素早いんですよね。前後型の人は逆にこう、閉じ込められてるとね、どんどん悪くなっていっちゃうんで、パッパパッパなんかこう歩いてたりとかね、この人なんかせかせかしてんなと思ったら、別にそれせかせかしてるわけじゃなくて、意外と前後型の人だったりします。各体壁を理解し、人間関係をスムーズに過ごそうというのでですね、各々の体壁のこれまでのまとめをね、今パーッとやっていきましたが、体の特徴とか心の特徴とか、そういう価値観とか、いろんなものが散りばめられてると思うんですよ。一点だけ見るんじゃなくて、総合的に見て、どういう風に自分の体壁があるのかとか、他の人はね、こういう体壁じゃないのかっていうのをね、総合的に分析できるようになるといいですよね。特に無意識的に出るものっていうのが、体壁には特に現れやすいって言われてます。だから体壁に関してはね、そういう自分への分析っていうよりかはね、結構他者へ使う方が使いやすいと僕は思ってて、例えばこういう歩き方してんなっていうのもね、前後だったらこうスタスタ歩いてとかね、上下だったらこうつま先立ちで歩いてるとかね、そういうのが自分だと本当に意識してない無意識の中で出てきたりしてるんですよ。細かい解説みたいなのはあまり多くはしないんですけど、例えばね、今僕上下の話でつま先立ちって言ったけど、あんまりこうなんかこの講座の中で別に話してはいないんですけどもね、なんとなくこう上下の人って上の方に気が集まるんだったな、歩くときどんな風に歩いてるかなって想像してみてほしいんですよ。他にも食事への価値観とか、上下だったら分析とかが好きなんだったら栄養価とかがそういうのが大事なのかなとか、左右だったらまあシンプルにこう食べるの好きなんだろうなみたいな、映えるのが好きなんだろうなみたいな、でねじれだったら隣のやつより多く食ってやろうみたいな、海兵だったら職人気質っていうんだったら、自分が食べるものとかもこだわりを持ったものが好きなんじゃないかとかね、専門店とかさ、で前後だったらガツ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 食べて早食いでもしてんじゃないかなとかね、そういうのがこういう価値観とか各体壁の、まあ、これまで話したものを見とくことによって、一つの観点からもある程度類推ができるわけですよ。いろんな面から人っていうのを観察していって、それに合わせた込め方とかね、接し方とかね、そういうのをやってあげると、どんどん人間関係がねスムーズに過ごせるようになると思うので、他の周りの人の観察とかを中心にね、ぜひ皆さんもこうだんだん体壁をね深めていってください。でね、体壁を深めていく上にあたって、今回まではここの各体壁それぞれの型っていうのをお話ししました。これは一番体壁論で言うと大きい分け方なんですよ。一番最初の方に話したかもしれないですけど、野口先生は最初12種類っていうのをね提唱して、まあ体壁っていうのを残していったわけですよ。だからそれぞれのね各ね種っていう分類に関して次からは話していきます。これまでのやつはね導入に過ぎないわけですよ。まあぜひね、この体壁論の概論、それぞれの型っていうのの分類を覚えた上で種の話に移ってみてください。では今日はこんな感じで終わります。お疲れ様です。